はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、これ芋焼酎のハイボールですね。鬼火ハイボール。炭火焼き芋焼酎の、鬼火使用。アルコール度数 9%。これ芋焼酎のハイボールということですね。じっくり焼き上げた、焼き芋仕込み。通常、芋焼酎はさつまいもを、蒸して仕込みますが、さつまいもを焼いてから仕込むのが焼き芋焼酎。契約農家で栽培された種子島い、紫芋を炭火と、桜島溶岩プレートでじっくり焼き上げた焼き芋。そう聞くだけで甘い香りが想像できませんか？炭火焼き芋焼酎の鬼火は味、香りとともに非常に豊かで、その芋の風味や香りを堪能することができる芋焼酎。その甘くて芳醇な香りは炭酸割りにぴったり。どんな食事にも合う、とことん自由なハイボールです。田崎酒造株式会社。原材料が焼酎と、炭酸と酸味料。あ、すごい、少ない。すごいな。ほとんど焼酎と炭酸しか使ってないじゃん。酸味料は使ってるけど。製造者が参考食品工業株式会社。で、この、結局違うんだろうね。製造者が参考食品株式、工業株式会社だけど、このおみびっていう、この、ね、芋焼酎自体は多分別の、この田崎酒造株式会社っていう、ところの、焼酎なんだ。つまり、その焼酎の製造会社と、このハイボールの製造会社は別ってことか。まあ、この芋焼酎は俺飲んだことないですね。この鬼火よく見るんじゃないこれ。うん。これよく見るんだわ。これね、どこにでも売ってる。うん。ちなみにこちらが、値段250円ぐらいでローソンで売ってました。で、乾杯。うわ。甘い。うん。これ前飲んだ、あれよか、甘いな。香ばしく甘い香りの焼酎原酒を炭酸割りにしたら、わっぜ芳醇なハイボールができました。あれ、俺これ飲んでないよね。なんか前なんか似たような、焼酎というか、わっぜってなんだ、わっぜって。まあ、方言なんだろうな、おそらく。まあ、嫌な予感がするな、俺。また前飲んだやつよね、これ。まさか。鬼火。あ、飲んでない。危ねえ、危ねえ。ああ。甘い。これは、あれだね。あ、美味しい。あの、甘さが結構、感じられますね。あ、これは、あれだな。なんか、あの、淡白な芋焼酎じゃなくて、あれやね。結構、結構、ブワーってくるのと、芋の香りと、あの、甘い、焼き芋の甘さが結構伝わってくる。うん。まあ、それとここに原材料に焼酎と炭酸と酸味料しか入ってないという、この3つしか入ってないという、すごいですね。これはすごいですね。へぇ。鬼火ハイボールね。
まあ、これ、鬼火はどこでも売ってますよね。結構真っ赤なパッケージが、あれなんですけど。新潟でも売ってたし、東京でも売ってるし。実は都市圏では、焼酎の炭酸割りで割とメジャーらしいようで、聞くところによれば、この鬼火の炭酸割りももともと愛好家の方が結構いらっしゃるそうです。これ、芋焼酎はハイボールで飲まねえんだよな。芋焼酎はロックかストレート。田崎酒造株式会社さんが出している炭火焼き芋を使った焼酎。これは鹿児島県の、このおみにびっていう焼酎を作ってるのがこの田崎酒造株式会社。あ、俺飲んだことあるの、この七夕ってやつですね。俺が飲んだことあるの、黒七夕ってやつ。これは飲んだことある。これ多分飲んだことある。多分飲んだことあると思う。七夕っていう、薩摩七夕。薩摩黒七夕ってやつ。薩摩黒七夕。これ飲んだことある。あれ飲んだことあったっけ？いや、飲んだことあった気すけどな。この、田崎酒造株式会社さんが出してるのが、薩摩の七夕と、薩摩の黒七夕、まあ、黒バージョン。と、この鬼火と、千夜の夢。と、黒鬼火。あ、鬼火の黒も出てるんですね。黒麹仕込みですね。あ、これは見たことねえな。黒の鬼火は見たことねえな。これは見たことねえ。この鬼火っていうのが、芋はこだわりの種ヶ島紫芋。さらに炭火で焼いて仕込みましたと。はあ、確かに、そっか、さっきここに書いてあるけど。ね。通常、さつまいもは蒸して、さつまいもを蒸す仕込み方が普通の芋焼酎なんだけど、これ焼き芋を焼いて仕込んだ。はぁ、あ。まあ、できることならこれあれですね。ハイボールで飲まないんで、これはロックとかで飲んでみたい。結構甘いですね。ただ、一升瓶、900ml 瓶しかない、みたいですね。おそらく。ああ、前飲んだの、クラビトハイボールってやつか、これ。クラビトハイボール。これに比べるとだいぶあれだね。甘い。あ、これのあれか。そのシリーズか。ああ、はい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 。クラビト。以前、クラビトハイボールっていうのが出てましたけど、それのシリーズっぽいですね。それも芋焼酎だったけど、以前のそのクラビトハイボールっていうのは、
亀樹の明かりっていう芋焼酎を使ってたっぽいです。あれに比べると明らかに甘いっていうのはある、ね。こっちの方が俺は好きですね。ああ、こっちの方が美味しいなと思います。ああ、なんか、前回の蔵人ハイボールの方はなんかすっげえなんか、落ち着いてたけど、これちゃんと炎ついてる。このなんか明らかにこの、前回のあれに比べると、なんか見た目、缶の見た目から考えるとこっちの方が、おーって感じがするよね。こっちの方がまだ、なんかわかりやすいというか。ハイボールシリーズ。まあ、アルコール度数も 9% と高めなんで。うん。まあ、これはでも、これは鬼火の芋焼酎を 200cc ぐらいのさ、ワンカップで飲みたいっすね。ワンカップのやつでちょっとロックとかで、芋焼酎はロックとかでいただきたいっすね。やっぱ芋焼酎はあれっすよね。基本的に冷やして飲むのはうまいとは思うんですけど、黒霧島とかもね。まあでも黒霧島があるはあるんだけど、黒霧島はどこでも売ってるからね。ワンカップでね、あれをロックで飲むのは美味しいですよね。黒霧はやっぱロックですね。夏に、やっぱハイボールはあんまうまくねえんだよな。ハイボールはやっぱうまくねえんだよな。だからこれ、芋焼酎をハイボールにするっていうのが、ちょっと残念。個人的に残念ですね。個人的には残念。まあ、でもそこそこ美味しいでしょ。そこそこは美味しい、確かに。ただやっぱどうしても、芋焼酎のあの濃さが炭酸で割られちゃって、ほとんど、重さっつうか、その濃さがなくなって、コクみたいなのがほとんどないんですよね。ハイボールになるとやっぱり芋焼酎っていかに、コクがなくなるかっていうのがわかるね。すっげえ軽くなるの。いわゆるペラッペラになるんだよね。味がペラッペラになるの。うん。味がね、ものすごいね、軽くなるんだよね。その軽さがいいって人もいるんだけど、やっぱハイボールだと、なんかなぁ。だから、芋焼酎をハイボールで飲んでる人っていうのは、あれなんですよね。わかんないけど、いるのかな。だから、居酒屋とかで、芋焼酎ハイボールで、みたいな。炭酸割りとかさ。あるんですかね。うん。聞いたことない。うん。聞いたことはない。ロックとか、まあ、水割りとかだとわかる。芋焼酎はお湯割りとかもね、そう、お湯割りとかもわかるんだけど。ああ。まあでもやっぱロックが一番うまいかなと思いますけどね。芋焼酎はストレートでも美味しいけど、やっぱりロックがやっぱ一番なんかキリッとするよね。キリッとしてこう、なんか引き締まるよね。引き締まった味する。それが好きなんですよね。
ただ、まあ、水割り。よく言うのが、お湯割りだとさ、最初にお湯をビャーってコップの中に入れて、で、その後にこう、注ぐと、芋焼酎をね、注げ、攪拌すると勝手にこう混ざるとかって言われるけど。まあ、それで、そっちの方が美味しいとかね。最初にお湯を入れといて、で、その後から注ぐって、なんか、ありますけど。まあでもお湯割りはそんな飲まねえな。お湯割りも飲まないし水割りも飲まないですよ。水割りなんて芋焼酎で水割りなんて一回も飲んだことないですね。多分。お湯はわかる。お湯はわかるんですよ。甘くなる。暑くなる、まあ、暖かくなると、甘くなるんで。それわかるんだけど、水割りってただ薄めてるだけじゃんって。まあ、ウイスキーもそうなんだけど、そう言われるとそうなんだけど。まあ、あれだよね。実際飲んでみると、まあ、トゥワイスアップみたいな感じで、わかりやすいかもわからんですけどね。ただ、芋焼酎って所詮ね、25度なんでアルコール度数。ウイスキーなんて40度以上ですからね。割るのはわかるんです。ウイスキーがトゥワイスアップとかで割るのはわかるんだけど。たかだか25度ぐらいの芋焼酎で、さらに割って 12.5 度とかにしちゃうって。そういう話っすよ。だってこれだって 9% でしょ、アルコール度数。もともとが 25% だから。それをいかにして割ってるかだよね。うん。まあ、それ言ったら、ウイスキーなんてもっとハイボールにしたらめちゃくちゃ薄まってるわけだから。まずいな、当たり前なんだ。でも普通に自分で作るウイスキーとさ、こっちのウイスキーとかって全然違う。缶のウイスキーとか全然違うじゃん。缶で高くても 9% ぐらいだよね。でも普通にさ、自分で作るんだったら大体さ、1対3ぐらいで割るでしょ。ね？普通。1対3か、1.5 対 2.5 ぐらいで割るでしょ。大体。そうなってくると、全然40度を、こっちに 9% どころじゃない、自分で割るとね、全然それどころじゃなくなるんで。1対3か、1対3か1対2ぐらいだよね、大体。1対2か。1対2、ああ、でも1対3ぐらいか。でも結果として4分の1やから、まあ、アルコール 10% ぐらいか。まあでもそんなでも、ちょっと今さっき言ったのちょっと、訂正するわ。でも実際俺どんぐらいで作ってんだろうな。1対2か1対3なのはまあ間違いねえんだけど。1対2で果たして作ってるかって言われると、多分1対3なんだろうな。1対 2.5 か1対3ぐらいなんだろうな、多分。うん。多分、そんぐらいなんだよ。だってさ、いちいちさ、炭酸をさ、これ、例えば、なんだ。メジャーカップでさ、ウイスキー測ってビャーって入れてさ、で、その後さ、炭酸をさ、はい、1、はい、2、3って入れるバカいねえだろ。だから適当にこうやって注ぐじゃないですか。ね、ウイスキーこんぐらい注いで、あとビャーって入れるじゃないですか。だから、
実際何対何だかよう分かってないで飲んでるよね。あ、コクはあんまないでしょうな。甘みは結構強い。は強い。香りも強いっすね。まあこれは、うまいはうまいんだけど。ハイボールにしたことでちょっと、やっぱり、一つ星ぐらい、下がった感じですね。2343です。ご視聴ありがとうございました。